はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日もね、しょうもないのみ動画をお付き合いいただいております。ピーさんでーす。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、今日ね、誠がプロッと遊びに来たんで。お疲れ様です。誠でーす。お疲れ様でーす。その髪の毛が。うちの誠さんでーす。ね、すごいことになってますけど。で、ここで、今日ね、大変です。昨日も動画撮ったんですけど、で、今日、なぜレンチャンでということなんですけども、皆さん大変ですよ。飲み動画じゃない。飲み動画じゃない。11月9日の、飲み会の話なんですけど、はい、500人のキャパを抑えることに成功いたしました。おめでとうございます。もうこれはね、いや大変でしたよ。なんかどっかの広い、ね、ホテルの、インターコンチ。もしくは本当にもう最悪は日本武道館とか抑えるのかみたいなね、はい、ところでしたけどもね、なんとか500人のキャパを抑えることに成功しましたんで、はい、11月の9日、はい、土曜日ですね、時間はまあ待ち合わせの時間が6時半、はい、まあ7時スタートっていうようなことで、会場を抑えました。はい、よかったです。まあ普通の居酒屋ですあれインターコンチじゃなかったねいやだって人数が23人だから。そうですね、居酒屋でいいかなっていうの、はい、インターコンチはね次回ということで、はい、はい、で、11月の9日土曜日6時半ぐらいの集合っていうのが横浜駅西口、はい、集合していただいて、まあ抑えたね、いや宴会のお一人様あたりのご予算なんですけど、お一人様5000円でお願いいたします。これがねちょっといろいろと居酒屋さんと相談したんですけど、ちょっと今月メニューの一新がありましてみたいな、もう刷新が、ね、あるっつん でなんかもういろいろ吸ったもんだしたんですけど、この5000円のコースだと海鮮類がねお刺身とかがなるほど、ちょっとかなりおすすめなんですよって担当が言うから、はいはいはい、マジか偽りあったら許さないよと。まあちょっと5000円のコースをお願いしておりますん で、はい、で23名様でお願いしてありますんで、はい、でこれがね、まあ、横浜駅西口で集合するっていうのはね、西口でもピンポイントで、はい、やっておきましょう。横浜駅西口、うん、三角交番が分かりづらいと思う。相鉄口の相鉄口の交番交番の前に6時半に集合、6時半に集合ですというようなことですね、はい、でその、横浜駅西口交番で集合して6時半ですよ、はい、でその後7時から会場を押さえてあります。これが、はい、20丸さん居酒屋さんのね、はい、これあれ結構有名なのかな。いやまあそこら辺有名ですチェーンで、母さんがね、うちの母さんがね、困ったら二重丸だって言ってたからえ、そうなんて二重丸行ったことあるかな。いやなんかね、まあフランチャイズのね居酒屋さんなんだけど、まあ割とそつなくリーズナブルでね美味しいもの出てみたいな、はい、困った時は二重丸にしろって前から言われてたんですよ。で、まあそこでちょっと二重丸さんを抑えてみたら、はい、取れましたんでね。で横浜駅西口で集合して徒歩5分、まあ待ち合わせ場所から徒歩5分ぐらいで着いちゃうから、ね、はい、まあ5分ぐらいでね、はい、行けるところにあるので、でこれね相鉄口の交番ですよね。交番は2つあるんですよね、中央と中央、うん、これ間違いなくて相鉄口の交番前です、はい、なるほど。これをちょっと間違えないように、そこだけ、はい、交番2つある。で、まあ言ったら去年お待ち合わせさせてもらってて、ね、はい、メンバーを精査してみると、はい、そんなにお初の方いないんで、まあまあ去年のとこですみたいなねところで割と通っちゃうんだけど、で、その会場に関して言えばうちの今日の動画の URL に、はい、URL じゃない、概要欄に入る、概要欄、ね、はい、URL を貼り付けときますんで、はい、ちょっとそのお店の情報とか、はい、ちょっと遅れちゃうかもなみたいな方は、うん、そのお店の情報を見ていただいて、まあもちろん当然マップとか出てくるで、ね、そうですね、場所分かりますんで、はい、そちらの方を本当はね事細かくご紹介したかったんですよ、はい、ただなんかねあんまりお店の紹介あんまりしすぎて動画のコメント欄でお店の曲撮ってるんですかとかね、あ著作権の侵害がとかね、あやかましいやとかなると困っちゃうんでそうですね、はい
そこ避けて、はい、概要欄の、はい、ところに貼り付けるということで、お店の情報は、はい、よろしくお願いします。で、あのぜひ、ご参加いただける方は、はい、ただなるべくね、その6時半、横浜駅西口のその交番のところで、集合していただくっていうのもまた面白いのかなっていうところで、うわーみたいなね、そんなもやりたいんで、なるべく集合場所に来ていただくということと、はい、まあまあやっぱ間に合わない方はね、あの場所を、でおまけにそのお店に電話入れていただいて、場所どこなんだと、あのワイズファクトリーの加藤が予約入れてるぞバカ野郎と言っていただければ、多分場所の案内してくれると思うんでね、お店の方がね、はい、あのその URL から、見ていただいて、はい、お店分かればそこに電話入れていただければ場所にはたどり着けると思いますよ、はい、よほどのことなければ、ええ、そうですね、まあそんな感じでございますんでね、ええ、じゃあまあそんな感じでいいっすか、ええ、そんな感じでね、よろしくお願いいたします、まあまあ、そうなんですけど、で今回そうですね、はい、はい、メンバーメンバーを ご参加いただく方ね、コメント本当入れていただいて、面倒くせえところ本当申し訳なかったですね。で、あの今回、僕もちろん行きますよ、横浜出身です、はい、でちょっと純不動でご紹介していきます、はい、ご予約いただきました P さん、はい、横浜出身ね、でうちのターさん、はい、横浜出身ですよ、でうちの誠が来てくれます、はい、横浜出身ですね。まあ、あのここはね、もう今もう僕の動画もお店も応援してくれてるも鉄板の仲間ということになるんですけども、でちょっとここから純不動でいきます、はい、あのね、鶴見の方からね、ニクさん、はい、直接お電話いただいたんですよ、お店の方にね、はい、で参加したいんだけどってニクさんからお電話いただきました、ありがとうございます、あの直接電話ですかって言ったらちょっとインターネットがよく分かんなくてみたいなことで、ね、お願いいただきました。もちろんそういったのも大歓迎ですよ、はい、そしてね、直接電話ということであれば無限さんからお電話いただきました。無限さんからご予約いただいたのが3名様ということで、一体どんな3名様で見えるのかと、誠は無限さんとは面識がない、ないです。無限さんはあのこの前焼きそばパーティーに来ていただいた方ですよね。 P さんは焼きそばパーティーの時に、はい、あのお会いしてますけどね、はい、で無限さんが大阪からすごいこうすごいバイクを乗ってきていただいたんですね、ドガーンって走ってきてくれて、あの焼きそばパーティーだけのために来てくれましたすごいね、かなりね、かなり面白い方ですよ、はい、ありがとうございます。ただ無限さんが3名でご予約いただいてて、無限さんみたいな人が3人来たら俺ちょっと無理ですそういうのちょっと無理、いや無限さん一人でもすごいパワーだからね、うん、俺多分ね、あの世紀を全て吸われてしまう感じがね、あのまあ、まあ楽しみでございますけど、そうですね、はい、で、A&M ガレージ、あ、はい、鳥取の、ね、鳥取のうちの息子が来てくれたって、鳥取からだよ、すっごいよね、ほんとね。で、まあまあ、ね、これは僕は個人的にもね、お付き合いがあるので、まあ本当楽しみしてますよ、はい、で、セナさん、セナさんね、お仲間さんの中でももう筆頭株主みたいな人ですけど、そうですね、はい、2名様でご予約いただいております。まあこれ多分奥様ご同伴でっていうことじゃないかな、はい、で、あのセナさんから伺ってましたけど、奥様が非常にあのお酒好きで飲むのでということで、はいはい、当然ね、あの僕が出るまでもなく、P さんがお相手いたしますの。俺放送ですか？こんなんでいいんですか？P さんがお相手いたしますので、ね。セナさん大丈夫ですか？よろしくお願いいたします。そしてご予約いただいてヒロくん、はい、岡山から参戦です。はい、ありがとうございます。本当遠いところからね。また本当豪傑ですよ。あのだってまあ去年の飲み会もね、ですよね、駆けつけてくれて、いやー、うん、本当2年連続岡山からって、すごいです。ヒロ君大丈夫なの、うん？ちょっと心配になっちゃうけどね。で、あの今回ね、ルイ君が、今年ね JSXR125 岡山にいただいたルイ君が川崎からね参戦していただきます。すね、はい、まあ比較的うちのね参戦してくれるお仲間としては近場の、はい、近場のっていうかね。まあ、ありがとうございます。楽しみにしております。はい、まあ、比較的ルイ君、若手なので。はい。うん、ではい、うちの面堂先生、はい。はい。横浜から参戦でございます。はい、もう面堂先生はね、もう鉄板ですね、説明いらないというか、はい、うちの動画見ててもらうとね、はい、面堂先生ってよく出てきます。で、はい、パパが参戦してくれます。あ、パパ、うちのね、あの、もう本当も長い付き合いのご近所のパパ仲間ということでね。
もう本当にね、ほんわかしたいい方なんですよ。パパはね。敵など一切いないというね、うん、うちのパパも来てくれますんで、はい、でそして次にあのザブロー先輩が。ザブロー先輩、リアルに中学校の先輩なんで、ザブロー先輩って冗談で言ってるわけじゃないんですよ。あのもうリアルな中学校の先輩なんで、そうすると誠の先輩でもあるんですよ。そうですね、ご近所なんで、ね、そうそうそう、なんかあのリアル先輩来るの結構やりにくいんですけどね。あのもうほんとね、ザブロー先輩いい方なので、そして、ジャグライダーのパートナーといえばこの方、鈴吉さんも、あまあ、はい、うちのターさんがよく面倒を見ていただいております。茅ヶ崎から参戦ということでね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、で、川門さんも川崎からの参戦になっております。はい、はい、でね、あの初参加になるんですけど、六でなしさんからも、オファーいただいておりまして、はい、席ご用意いたしました、はい、あの六でなしさんってちょっと最近の生配信では奥さん連れて行きたいんだみたいなとか、あ飲み会行きたいってあのコメントはいただいてたんですけど、ええ、そうっすかみたいなね。六でなしさんってどちらだったかな、場所をお聞きしたことあったっけ、コメント欄では。ちょっとどうですかね、ちょっとうる覚えになっちゃってるんだけど、はい、まああの初参加の方がいらっしゃるということで、はい、6年代さんお会いできるの本当楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします、はい、そして、次にね、山田よしみさんという方が初参加になりますので、はい、もうね、この方がね、デンジャラスですよ。だから本当にね、どんな人なんですかね。だから、ね、この人ね、得体が知れないんですか、ちょっと得体の知れない方がいらっしゃるんで、はい、まあちょっとね、特別枠としてご用意いたしましたけども、はい、特別枠です、はい、まあで、次にお兄さん、お兄さん、あの東京ですね、はい、お兄さんね、お兄さんといえばもう、うちのね、もう鉄板ですよ、もうこの企画そのものがお兄さんから始まったと言ってもいいぐらいの、ね、いやね、だからお兄さん、あれですよ、この動画見ててもら、多分見てくれると思いますけど、まあ、なんていうか、いつもお願いしてることですけど、あの乾杯のご発声の方を。あ、そうですね、はい、指名ですか、うん、いやもう本当ね、あの先発予告みたいなことですけど、はい、もうね、でいつもなんか飲みで、じゃあお兄さん乾杯の方、ご発声の方をって言うと、はい、いやいや、俺じゃさみたいな、あの時間の短縮を狙ってごめんなさいんで、あのお願いしますんで、そうですね、ぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そしてあのジュンさんがあの参戦できそうだということで、はい、もうね、うちのもうあのもうスポーツライディングのね、はい、お仲間さんとしては筆頭の方になっております。ジュンさん、仕事の都合によっちゃいけないかもしれないから席だけ取っといてみたいな、もちろん席代は払うからみたいなこと言ってましたけどね、いやそんなこと言わずに本当頑張って来ていただいて、本当にお仕事の都合が悪くて参加できなかったときはもちろん席代はいただきますけど、はい、いやいや、まあいろいろ調整しますけどね、まあまあまあ本当ね、ご参加の方お願いしたいなと。そしてあのエビテスさんが、エビテツナイト2 エビテスさんといえばもう青森からですよね。青森からどうやって来るの、エビテスさん、どうやって、まあ本当ね、楽しみにしますよ。もう皆さんどうやって来るのかよくわかんないけど、この前エビテツナイト1をね、ワイズファクトリーでやらさせていただきました、また早速2ができるということで、はい、いや楽しみでございます、はい、であのちょっとね、23名ということで行ったんですけど、はい、ちょっとまあ余裕もあんのかな。ただまあ変な話ですけど、若干この人数で行くと、少しね割安になるところもあるみたいなので、その辺をうまく使って調整したいなとは思うんですが、はい、で、今回、6時半に、三角交番のところ集合していただいて、7時から、はい、スタート飲み始まって、はい、まあやっぱりね、横浜駅西口の繁華街だと2時間あ、ね、抑えるのが目、ね、いっぱいでした、うん、で2時間がっつりもう飲み食いしていただいて、はい、で1人あのお一人様5000円という予算でやらせていただこうと思ってます、はい、でそのね5000円高いか安いかよく分かりませんけどもね、しっかり元取っていただいて、死ぬほど飲んで食っていただいてということで、そうですね、まあ2時間フルにね、だから僕もあのお仲間さんほっといて食って飲もうと思ってますけど
いやいや、それ、ダメなの、まあ、まあ、いいでしょ、まあ、いいと思う、なんかね、もう元取っていただいて。ただね、でもこうやってね、遠方から駆けつけてくれる人って別に居酒屋で飲み食いできりゃいいっていう話じゃないでしょ、まあね、うん、ただ5000円って居酒屋で2時間でどうなのとは思ったんだよ、思ったんだけど、ただ3000円ぐらいのコースを頼んで、なんとなくえみたいな、ね、まあ、もう嫌じゃん、ちょっと大人の宴会にはしましたよ、居酒屋で5000円ってどうなのって思うけど、飲み放題でちょっと結構なコース頼みましたんで、はい、だって3000円ぐらいで頼んだらターさんがね、そんなもんポテトと唐揚げしか出てこねえよ。そんなことはないでしょうけど。いや、俺はそれだけでも十分だよ。ちょっとね、いい大人がたくさん集まった時に3000円のコースで飲み放題だけどポテトをつまんで唐揚げだけって寂しいなと思って、うん、すいません、ちょっとね、身分層に奮発させてもらいましたよ、はい、結構なコースだと思うんですよね、はい、ただ違ったらごめんなさいよ。普通じゃないので2時間、結構ギャッとみんなでダーッとはもうお話しして食べて飲んで、もう濃い宴会をやった後に、その後ですよ、二次会のお話なんかも出てたんですけど、僕特に二次会の会場とかを抑えてないです。気の合った方たちとか、僕なんかは多分、だって7時から2時間でしょ、9時に終わるんですよ、僕がタダで帰るわけないですよ、どっかカラオケとかね、行くわけですよ。お付き合いできる方はもうそこはもう有志、お時間大丈夫な方とかお付き合いいただける方は、僕のカラオケと、もう P さんの、カラオケ、もしくはターさんのジャイアンリサイタルご覧いただける方いらっしゃればね、お付き合いいただければと思っております。まあそこから二次会のことはね、あんまりよく考えてないんですけど、その時でね、うん、流れで場の状況ということで、あくまでも僕らは2時間で完全燃焼しようと思ってますんで、はい、で二次会はもちろんありますということで、俺はカスさんのカラオケは大丈夫、うん、聞かせてあげるからまた、うん、大丈夫、ね、またしみるやつを、いやそれは大丈夫、またしみるよろしくお願いしますね、ママちゃん、またしみるやつをね、もう僕のお守りできるの誠しかいないんで、また面倒見てもらいたいなっていうところなんですけど、いやだからね、お初の方なんかもいるし、普段こうやって飲めるなんて機会ない方大勢いらっしゃるんでね、いやいや、もう楽しみ、めちゃめちゃ楽しみなんですよ、僕も、はい、うん、わー楽しみだな。なんか言い残したことあったかな、二次会の話も今したからあれか、ちょっとね、ちょっとグダグダするかもしれないですよ、終わった後に会場、うん、まあそうね、二次会だって土曜日の繁華街西口ですからね、横浜のね、そうですね、人数揃うと入れないかもしれない、そう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 、うんうん、でそこはグダグダするかもしれないですけど、ちょっとお付き合いできる方はそのグダグダにもお付き合いいただければというふうには思っておりますけどもね、はいはい、また追加の情報あれば、まあ、動画の方でお知らせしたいと思いますけど、一応今日ざっとね、で会場の情報は URL を今日概要欄の方に貼り付けておきますということで、はい、まあ、今日の動画無事に会場を抑えることができましたというような話になっておりますんでね、はい、次の土曜日ですか、11月の9日、もう1週間後ですよ、ぜひぜひ皆さんとお会いできることが本当に楽しみでしょうがないです。でいや、ただ申し訳ないのが、その宴会の途中にターさんのジャイアンリサイタルショーあるんじゃねえかな、ちょっとな、若干心配ではございますけども、まあ、リサイタル、そこもお付き合いいただければなと、 ね、 ねいう感じでございますけども、はい、しょうがないね、でもね、週末お会いできることを皆さん楽しみにしておりますよ。この企画、曇りなき眼で見届けよう、どうもありがとうございました、うん、ありがとうございました、よろしくお願いします、9日よろしくお願いいたします、お願いします。